2日目勝利者インタビュー10連勝を出しました大沢真奈選手です。どうぞ。拍手に迎えられまして2日目連勝です。いかがでしょうか。嬉しいです。いや素晴らしい一日になりましたね。なんか良かったのでかなと思ってます。月も月曲と言ったりします。素晴らしいですレースになりました。見てまいりましょう、はい、5号天候コースからスタートタイミングが 1-2 というものだったようですが、いかがでしょうか。はい、いいスタートかなと思って全速で行ったんですけど。全速、はい、でこれ一番はどんな風に見てらっしゃいました。そうですね、どっか太くないかなと思いながら行って足立選手が攻めて、ポカッと行われるのが見えたわけですね。実際に船も思ったような感じで動いてくれましたか。はい、前半よりは乗り心地が良くなってたのでそこは良かったかなと思います。前半も見事なレースでして、前半はまあ一マーク良かったんですけど、途中一人で乗っててちょっと乗りづらさがあったので、ちょっとプロペラを調整して後半の方が良かったかなと思います。そういう意味ではいかがなんでしょう。一走一走をしっかりとこうバイタルが上がっているような感じもあるんですか。そうですね、走り出せば特に気になる点はないんですけど、ちょっとお腰が気になってて、腰があんまり一定じゃないのとちょっとついてこない時があるので、それが不安ですね。そうなんですね、はい。大沢選手というのはね、まあ、復帰して半年弱ぐらいになりますかね。そうですね、はい、1日連勝って、今日3号艇と5号艇という理想で、はい、こんな結果になるというのは想像してました。いや、まあ、本当、ラッキーついてるなって感じがします。もちろんね、常に1着を目指しながらではあるかと思いますけれどもね、はい、いい1日になったと思います。明日以降に向けて、ぜひとも、この玉の内もついてない、盛り上げていただきたい。最後の一言メッセージをいただけますか。はい、明日からも一生懸命走りますので応援よろしくお願いします。10連勝、今日連勝、大沢真奈選手です。